こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回はですね、皆さんに、まず最初にですね、謝らなくちゃいけないことがあるかなと思ってるんですね。それはなぜかというと、僕は普段ですね、ユニクロだとか、あとはですね、グローバルワーク、さらにはちょっと価格帯が上がるとグリーンレベル、このあたりのですね、商品で、なるべくベーシックで着やすいものを皆さんにご提案することが多いんですが、最初にお伝えしたユニクロ、ここがですね、一番量が多くて、 もう一つですね、時々出てくるのが GU というブランドなんですね。まあこの二つは皆さんもご存知の通り、兄弟ブランドのような存在なんですが、僕ら30代、40代の大人世代は、やっぱりユニクロのベーシックさ、あとはですね、質もかなり高いので、そういったものが似合いやすいですよという話をしてると思うんですね。一方で GU というのは、僕の動画の中でもそこまで頻繁に出ることはないですし、 ユニクロに比べると、やはりトレンド感が強かったりだとか、素材の質感、ここがですね、違いがあるので、ちょっと僕ら世代には難しいかなというお話をしてたかなと思うんですね。ただですね、最近 GU を見てると、 結構ですね、僕ら世代にも使えそうなものあるんですね。で、今回はですね、僕は GE の中から2点シャツを購入してきまして、それがですね、かなり良くて、ユニクロにはない魅力を持ったものなので、皆さんに全力で解説するとともに、冒頭でですね、まず皆さんに謝罪をしたいなと思っています。もちろんですね、僕の基本的な考え方は変わらないです。ユニクロが大人の男性には使いやすいかなと思うんですが、 やはりユニクロってやっぱりベーシックなものが多いので新鮮さとかこれはちょっと昨年にはなかったなというものはそこまで多くないんですね一方で GU というのは結構トレンド感が強いものが多いのでその結果鮮度の高いものだとかこれはちょっと今年っぽくていいなっていうものが意外と見つかりやすかったりするのでまあうまくこのあたりはバランスを取りながらミックスしてあげることが大事なのかなというふうに思っていますということで早速ですね今回は僕が GU で買ってこれは良かったな あと、感動したもの、皆さんにご紹介ができればなというふうに思ってます。今回は2点買ったんですが、両方ともシャツなんですね。早速見てみたいと思うんですが、こちらですね。はい。長袖のシャツを2枚購入しまして、まずはこちらですね。 襟を見ていただくと、オープンカラーシャツになっていますね。まあこういったちょっとクラシックな形ではあるんですが、襟元がしっかりと空いたオープンカラーシャツというのは、ここ数年はすっかりと定番化しているようなアイテムで、夏になると特に多く出てくるんですね。半袖のオープンカラーシャツ、そういったものをですね、夏場にさらりと着る方少なくないかなと思うんですが、 長袖バージョンも使い勝手がいいんですね。その中でこのですね、ミディアムグレーぐらいの色味がすごく上品で、大人の男性には似合いやすいかなと思ったので購入をしました。そしてもう一点はこちら、バンドカラーシャツですね。僕はもうバンドカラーシャツ愛好家でものすごい量を持ってるわけなんですが、これもね、色味がすごく良かったんですね。 え、表記はカーキになっていまして、まあ、グレーに比べると少しですね、明るさはあるんですが、パキッと明るいというよりは少しスモーキーなカラーで、大人の男性にも似合いやすいかなと思いますし、こういった色が着れるようになると、いつもブラックだとかネイビーばかりの人も少し変化が出せるかなと思うので、この色味もいいかなというふうに思ってます。今日はこの2つをですね、実際に着ながら、大人の着こなしにどう馴染ませていくのか、このあたりを徹底的に解説したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。 なというふうに思ってますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説してますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということで早速着てみましたどうでしょうかちょっと一周ぐるりと回ってみたいなと思うんですが こんな感じですね。まずはオープンカラーシャツのグレーを着てみたわけなんですが、まあかなりいいですね。僕はですね、身長1 6 4センチ5 3 k g 皆さんぜひ覚えておいていただきたいんですが、かなり一般的な男性からすると小柄な体型なので、まあジャストサイズは S なんですが、今回こちらは M サイズを選んでいます。なんか GU というとユニクロに比べるとトレンド感強いので、 通常のサイズを選んでもちょっとゆったりめのものが多い印象なんですね。 ですので、なんかこれは S でもいいかなと思ったんですが、割とですね、コンパクトな作りだったので、ワンサイズアップしても全然いいかなと思いますね。普段 M 着てる方だったら L でもいいかなと思うんですが、ややゆったりめで着てあげても、すごくバランスがいいんじゃないかなと思いますね。形はかなりオーソドックスなオープンカラーシャツということで、まあ、胸にポケットが一つついてるぐらいで、そんなに木を手当たったところがなく、トレンド感、そこまで強い感じもしないかなと思いますね。こういったオープンカラーシャツというのが、 元トレンドアイテムではあるんですが、数年そのトレンドが続くことで、だんだん定番化してくるわけなんですが、これはもう定番的な見え方をしますね。そして何と言ってもいいなと思ったのは、このグレーの色味なんですよね。チャコールグレーほど深くはなくて、ライトグレーほど明るくないので、これぐらいの色味、ミディアムグレーというのは大人の男性にも似合いやすいですし、明るいグレーになってくると結構ですね、ものによっては安っぽく見えることがあったりするんですね。 一方でチャコールグレーだとちょっと春には重たいかなというところでこれぐらいの中間的なグレーがすごく品がいいなと思っていますそして素材の質感も見ていただきたいんですが GU の中で僕は懸念点として素材がチープに見えないかなというところがあるんですねどうしてもこう動いてみるとですねキラキラと素材が輝くようなその光り方がちょっとこう安っぽく見えることがあったりするんですが これはね、正直そんな感じ全くないですね。非常に滑らかで上品な光沢感なんですよね。これが1990円っていうのはちょっと恐ろしいなと思いますね。 前回 GU の商品をお伝えしたのは、確かレザースニーカーですね。リアルレザースニーカーも、あの価格で本側ということで、驚きを超えて怖さを感じるぐらいのものだったんですが、これも同様で、この素材の質感で1990円っていうのはちょっと怖いぐらいの、 コストパフォーマンスの高さですね。非常に良いなと思いますね。で、ボタンもなんかすごくチープなものが多かったんですが、今こうやってですね、近くで見ると、結構ね、こう、ラ感になるような自然な感じに仕立てられていて、こういったディティールまで磨かれてきてるので、抜かりないなというか、非常にバランスがいいなと思ってますね。まあ、こういったオープンカラーシャツ、様々な着方ができるかなと思うんですが、僕はもう大人の男性であれば、もう土定番で、 ストレートに表現するのがいいかなと思ってまして、内側には T シャツですね。もう今はですね、4月末で、これからどんどん暑くなってくるので、下にシャツを着て、その上にまたこういったものを着るという、ちょっと暑いかなと思うので,で、下はもう半袖の T シャツですね。これちょっと見えづらいかなと思うんですが、半袖の T シャツを着てますね。はい、長袖ではなくて、その上にさらりと着るのがいいと思いますね。で、こういった色がグレーというところで、どちらかというと明るいものよりは濃い色なので、内側 側はねちょっっとととと春らしく白白ぽいいいいいいももののを入れてあげるといいかなと思思ますす無地の白 T ででいいうんですが僕はね、プリント T シャツ愛好家でものすごい数を持っていますし、あとは自分でオリジナルなんかも作っているので、えー、自分のブランドのちょっとこういったブルー系のね、ちょっとモチーフのプリント T シャツを入れて、清涼感を出すようにしています。 まあ他にはですね、ブラックの T シャツとかも合わなくはないんですが、まあ明るい感じで揃えるのが個人的にはいいんじゃないのかなと思ってます。で、ボトムスに関しては、これまたね、モノトーンで仕上げちゃうともう間違いないです。このスタイルであれば、 痩せ型からぽっちゃり体型の方まで、あらゆる体型カバーできるかなと思うので、ブラックで引き締めてあげるといいかなと思いますね。今空いてるのは、グリーンレベルの、もう、これはね、名作ですね。オルマイージーパンツのブラック。もう最近こればっかり履いてます。これはね、動きやすいですし、なおかつ、シルエットも太すぎず細すぎずで、バランスがいいので、こんな形で使っていただければと思います。もちろんオルマイージーパンツもいいんですが、もうちょっと予算感を抑えたかったら、アーバンスラックス。これはグローバルワークのものもありますし、 あとはユニクロのスマートアンクルパンツですね。このあたりで代用してもらうのもいいかなと思うので、ぜひですね、こういったモノトーンのスタイル使いやすいので、皆さんもトライをしていただきたいなと思いますで。足元はですね、今回はニューバランスのスニーカー、グレー系を選んでいますね。もちろん白のスタンスミスだとか、オールスタークップだとか、そういったシンプルなもので、 揃えてもらうのも間違いないとは思うんですが、まあこういったですね、アウターがちょっとミディアムグレーなので、足元はライトグレーで、色をちょっとリンクさせてあげるのも、なかなか雰囲気がいいのかなと思ったので、今回はニューバランスのスニーカーを合わせています。 僕はちょっと奮発して992というものをですね、揃えているんですが、これはまあ定番的なもので言うと、ニューバランスの996。これが間違いのない選択かなと思うので、ぜひそういったもので代用していただければなと思っています。まあこのシャツいろんなコーディネートできますが、僕はですね、まあ様々なコーディネートを持つこともいいなと思うんですが、自分にとって心地の良い,い鉄板のスタイルを一つ決めておくと、それだけでも十分楽しめるかなと思うので、皆さんにご提案したいのはもう超王道ですね。 モノトーンで揃えながらも、白 T で少し明るさを足したいだとか、まあ無地でもいいんだけど、ちょっとプリントで着こなしにアクセントを入れるのもいいかなと思うので、ぜひこのスタイリングも含めて参考にしていただければなと思っています。はい、続いて2枚目のコーディネートなんですが、今度はバンドカラーシャツですね。こちらの方を着てみましたが、いかがでしょうか。ちょっとぐるっと一周回ってみますね。今度はサイズをですね、S を選びました。 というのも、こちらのシャツは、最初からですね、ちょっとボックスシルエットになってまして、肩もちょっと落ち気味ですし、身幅も大きく取られていますので、ちょっとこれはですね、ワンサイズ開けてしまうと、ビッグシルエットになりすぎるかなと思ったので、通常サイズを選びましたので、皆さんもですね、いつものサイズ、適正サイズを選んでもらってもいいですし、もうちょっとトレンド感出したいんだよなっていう方は、 ワンサイズ上げるのもいいかなと思います。僕もですね、結構ギリギリだなと思ってまして、まあベーシックに着るのであればこれぐらいがいいかなと思うんですが、もうちょっとね、トレンド感振ってしまうのもいいかなと思うので、そのあたりは好みで調整をしていただきたいなと思ってます。なかなかこれも良くないですかまあ色味もすごく絶妙で、ベージュとちょっとグレーが混ざったような色合いで、すごくね、大人っぽくて、クロー人感が溢れるような色合いになってるんですね。先ほどと素材的には結構似ていて、レイヨンが 混布されているので、表面にですね、柔らかな光沢感があるんですね。これが上品に見えるので、 個人的にはこの質感非常にいいんじゃないかなと思いますね。兄弟ブランドのユニクロにはこういったものってあんまりないですよね。シャツ地だとやっぱりコットンのものが多かったりするので純粋な天然素材の良さもあるんですが、まあこういった河川なんだけども安っぽく見えなくてドレープ感が綺麗なものというのは意外とユニクロでは見つからなかったりするので、ここは大きな違いとして GU もかなりいいなと思ってますね。まあサイズ感さえそんなにぶっ飛んで大きくしなければ僕ら世代でも 着れると思います。まあ、着方に関してはですね、今回、ちょっとこう、軽快な感じを出したかったので、あえてですね、ボタンは前閉めているんですね。そして、第1ボタンと第2ボタンを開けるんですよ。そうすることで、下に着ている白 T ですね。まあ、先ほどと同じものを着てるんですが、少し襟元から見せてあげると、軽快な感じが伝わりやすいかなと思うんですね。 そして腕に関してはもうこうざっくりと腕まくりをしてあげるとなんかちょっと軽快な感じがこれまた伝わりやすいかなと思いますね手首が見えることで少し男らしさだとかなんかラフな感じこなえた感じというのが表現できるので個人的にはねこういったスタイルもぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思ってますシャツという小綺麗なものをちょっと着崩すというところこれができるとですねベーシックなところから一歩ですねレベルアップした着こなしになるかなと思うのでぜひ皆さんも試していただきたいなというふうに 思っていますそしてコーディネートなんですけども、今回ボトムスはですね、先ほどのブラックのウルマイイージーパンツもいいと思うんですよ。それもすごく似合うかなと思うんですが、あえてちょっとタイトめのパンツを履いていますね。これはちょっとグレー系の色落ちデニムになっているんですが、 レッドカードというですね、デニム専門ブランドのもので、僕も結構長く愛用しているものなんですね。こういったボトムスを細くしてしまって、シャツは少しゆったりとするような、まあ、シルエットというようなシルエットですね。こういったものを出してあげるのは、大人の男性には似合いやすいかなと思うので、ちょっとグレイッシュな感じのシャツと、あとはグレーというところで、色合いもちょっと似せてあげるとバランスがいいかなと思いますね。で、靴なんですけども、これに対してニューバランスも悪くはないんですが、割とこういったメリハリの効いた着こなしに対して、 しては 白レザースニーカーとかでしっかりと綺麗さを足してあげた方がバランスがいいかなと思うので今回はコンバースのオールスタークップですね最もベーシックで使いやすい白レザースニーカーなのでこういった癖のない靴がですね相性がいいかなと思うのでこの着こなしもぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思っていますただこのグレーのデニムがなかなか見つかりづらいかなと思うので皆さんお手持ちのブルー系のデニムでもいいかなと思いますしあとはユニクロでもこういったグレー系のデニムあったと思うんですよねちょっと改めて見てみたい なと思うんですが、まあ、そういったもので代用していただくのもいいかなと思うので、ぜひこういったメリハリの効いた Y シルエットも含めて皆さんトライをしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、僕が最近自由で買ってきた、大人に似合うグレーのオープンカラーシャツと、あとはカーキのですね、バンドカラーシャツ。この2点を皆さんに全力で解説をさせていただきました。まあ、それぞれですね、今の気候にはバッチリ合うかなと思うんですね。ちょっとこう、アウターを着るには暑いかなと思う時にも、こういった長袖のシャツを T シャツの上にさらいと着るだけで、今の時期はもうちょうどいいかなと思うんですね。 まあ、着方もお伝えした通り、腕をまくってみたりだとか、前を開けたりするだけで、かなりですね、清涼感のあるスタイルが作れるかなと思うので、ぜひ皆さんもアウター感覚でこういったシャツをですね、気軽にトライをしていただければなと思っています。 どちらも金額がね、めちゃくちゃ安いので、なんかこういったものをあまり着たことがないなとか、トレンド感のあるものはちょっと苦手だなという方も、最初の一歩としては GU すごくトライしやすいかなと思うので、ぜひですね、気軽に1点ずつでいいので、トライをしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本を、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 また、こちらのチャンネルとは別に、もうちょっとですね、初級者から中級者へとステップアップするための動画をですね、YouTube のメンバーシップチャンネルというもので皆さんにお届けをしています。こちらのチャンネルでは皆さんからいただいたご質問にリアルタイムで生配信でお答えするようなこともやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル